こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈です。本日私はなんとじゃーん、素晴らしいギャラリーに来ております。なんかまるでニューヨークみたいな素晴らしいギャラリーなんですが、あちらにいらっしゃる山谷美智子さんが企画をされてます。今フォートしちゃダメ？いい？はい、美智子さんの展覧会にお誘いいただいて、私も作品を展示させていただいております。ぜひ明日からですから、はい、私もフェイスブックライブしますけどね、はい、まあ明日からです。絶対ね、来られるんだったら初日がいいと思いますよ。初日が、明日はランチ会なんかもあるんですか？明後日なんです。明後日ランチが31日が、で初日来られるのが一番いいです。私はいつもそうしてます。来る好きな展覧会は、はい、そうですね、素晴らしい作品が集ってまして、パーッと映して、パーッと、ぜひ明日会場にお越しいただけたらと思います。私、あ、こんにちは。作品拝見してもいいですか？え、そうなんですか？こちらの作品ですか？これはリトグラフではない、貼ってるんですか？これはね、モノタイプと、はい、和紙をすり込んだチノコレっていう技法。あ、和紙をすき込んでるんですか？はい、すき込んでるというか、こう、はい、ちょっとこう一緒にすり込むという感じのもの。不思議な表現ですね。この透明感があるのも和紙ってことですか？オレンジとちょうど秋のような素敵な色合いで。こんにちは。私は、あ、大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。私ちょうど対角線上に作品があるので、後で拝見していただけたら嬉しいです。素晴らしいですよ。皆さん、空間がまずね、ゴージャスです。こちらですね、フラワーガーデン展、30日の金曜日から11月の3日まで、11時から18時まで開催してますので、ぜひ皆さん台場日光ホテルお越しください。でこちらがですね、私の作品を展示していただいてます。今日すごく可愛いですよ。 ありがとうございます。プレサドサマンデス様、 Thank you. Today I am so cute. Thank you. こちらの作品展示させていただいてます。どの作品も販売もしてますので、ぜひ皆さん、ご購入の方も運がつく、開運アート、増山玲奈アート、ぜひお手に、揃えていただけたらと思います。しかもですね、今回面白いことはですね、じゃーん、なんと隣に愛車さんの写真もあります。初かな、一度北海道 で同時展をしたことありますが、関東では初親子展ですね。ぜひこちら、ハートの姉妹長ちゃん、そして、紅葉とカワセミ、一点もののね、愛車さんのプリントもこちらで販売しておりますので、ぜひ足をお運びください。お待ちしてます。